はい、さあ、本日はちょっとイコノイジョイパズルについて、話していきたいと思います。前回ですね、イコノイジョイパズルで10月のガチャ引いて、実際に試してみたところではあったんですけど、まあ、その時にはね、スコアがそんなに伸びないかもっていう話をしたんだけども、まあ、実際何回かはね、あれから使ってめちゃくちゃスコア伸びました。今ね、ハイスコアイベントもう終わるんだけども、やってて、私今ハイスコアランキングで6位なんで25万点叩き出せたので、10月スキル使って、まあ、めちゃくちゃやっぱスコア的にも伸びてきたっていう話をしていきたいと思ってます。で、編成的にはまあこれですね、10月で手に入れたリコちゃんとミニアのカードを使って、まあ、爆弾を使って消していくっていうのが基本的なスタイルで、爆弾を作って爆弾を消したら、基本的には1個あたり2000から3000、ちょっとばらつきなんだけど、爆弾で周りのジェムを6個消した時と、例えば2個消した時で、ちょっとスコアがね、1個あたりの反映がちょっと違うので、まあ、6個消した時の方が1個あたりのスコアが反映が高かったですね。で、2個しか消さない場合はちょっと落ちるので、だいたい2000から3000ぐらい、の幅で、1個あたりスコアが反映してくるよと。だからなるべく多く消しておきたいってことね。ジェムの、爆弾によって多くのジェムをなるべく消していきたいっていうところですね。だから6個消した時は多分1万7000点ぐらいだったかな。1万7000点ぐらい入るので、かなりお得かなと。で、あと PSR と PUR じゃないと、個数っていうか、リコちゃんのカードだと PLR なので、これはもし LR PLR じゃなくて LR だと爆弾が3個生成かな。 PLR だと4つ生成されるんだけど、 LR だと3つしか生成されないので、まあ、そこに爆弾が生まれるのに1個違いがある。 で PUR と EUR も一緒ね。で、 PUR だったら爆弾が3つ作れるんだけども、単なる UR だったら爆弾2つかな、確か、しか作れないので、まあ、そこで作れるか作れないかでスコアもちょっと差がかなり出てきてしまうので、まあ、PLR と PUR をここに入れてるって感じですね。まあ、なかなか PLR 出ないんだけどね。欲しいって言ってもなかなか引けるもんじゃないんだけど、 PLR っていうところで、まあ、PLR を引ければ、 PLR と PLR 持ってればかなりね、伸びるかなっていうところですね。で、あとは変換系のねスキルですね。キアラちゃんのこのスキルが、黄色ジェムから赤ジェムに変化するっていうのを使ってるんですけども、基本スタイルは爆弾消していくっていうのと、あともう一個大連結をさせてスコアを一回伸ばすっていうことをやっています。まあ、連鎖と連結で、前もちょっと話した通り、連結の方が、スコアが伸びてくるので、爆弾プラス、あと連結を狙って、スコアを稼いでいくっていうところの作戦で25万叩き出したっていう感じなので、まあ、実際にそちらのね、プレイ画面を見ていただければと思います。どうぞ。はい、ではね、ちょっとこれは25万点出した時じゃないんですけど、22、3万ぐらいかな、出した時のちょっと取っといたので、まあそれについて見ていきますが、まずはね、ピンクで、大連結を起こしたいので、ピンク以外のジェムを3個以下でどんどん消していきます。ピンクのジェムが残るようにどんどん消していきます。まあジェムを消去することによって、ミリニャとリコちゃんのスキルが溜まっていくので、まあ大連結を狙いつつスキルダメもしているって感じですね。なので今ピンク以外のジェムをどんどん消していって、スキルダメプラスピンクのジェムが残る大連結を起こすような準備をしているといった感じですね。で、そろそろ溜まるかな。リコちゃんのスキルはそろそろ溜まるので、溜まったので今ここでリコちゃんのスキル使って爆弾を生み出して、まあどこに生み出されるかっていうの、あ、ここはいいね。今これ6個消えたのでかなりスコアが入る。今もこれ6個消したのでスコア入る。でも右側にちょっとできちゃうと今3つしか消えなかったので、あんまりねスコアが入んなくなってしまうので、まあここはちょっと運なんだけども、で、今ミニアン使って今6個消えたのでスコアかなり伸びて、今3つしか消えなかったらあんま伸びないんだけども、スコアがで今6個消して、でここで6個消してるのでこれで9万8000点かな。で、今ここでキララちゃんのスキルで変換使って黄色ジェムをピンクにしました。で、ここでピンクジェムを大連結で起こして消していくって感じですね。で、4万点入ったのでここで、で、そこで、マイカちゃんのスキルチャージ使って今リコちゃんのスキルが溜まったっていう感じですね。で、あとは6個解除してますね。ジェム6解除しながらスキルを使って最後爆弾で消していくって感じですね。今ジェムロック解除しましたね。ロック解除されないと爆弾消えないんで、なので最後リコちゃんですね。今うまい具合にロックされてるやつがカボチャに変換されましたけども、もしカボチャの周りにロックされてるものがあると消えないので、で、ということでこれで22万7000点かなっていうところで、今回のプレイ画面は22万7000点ですけども、この中で25万いったっていう感じでしたね。というところで、まあ参考にしていただければと思います。はい。
はい、ということで、まあ、こんな感じでね、10月の新しい、スキル使って、スコアもね、かなり伸ばすことができたので、まあ、前回のね、動画からちょっとブラッシュアップした形で、更新させてもらいました。またね、何かしら、ありましたら、動画更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、今回以上になります。ご視聴していただきありがとうございました。また次回の囲碁の友情パズルでお会いしましょう。バイバイ。さあ、ロマンチックだ。